ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。元気のない高齢者を揺り動かして起こして、その人の持ち味を引き出して、それを磨いて輝かして、輝いた人生を迎えようというね、講演高齢者講演家の宮崎文隆です。今日は2023年の5月の22日火曜日です。今日は綾小路きみまろさんの所詮幸せなんて自己申告というのをね、お送りしたいと思います。これのですね、第6章運と幸せというのね、サブタイトルがおかげさまの心が幸運を呼び込むという、そしてその中の小項目があるんですが、今日は罪について、罪についてという話ですね。過ちをごまかせば幸いを呼び、過ちを正せば福を呼ぶ。これ非常に参考になると思うんですね。人生においてこういう、これは大教訓になると思う項目だと思います。罪についてって言ってみたいと思います。今から15年前、私はカツラをかぶっていることを世間に公表しました。漫談の CD が爆発的に売れて、にわかに注目を浴びるようになった頃です。当時、古舘伊知郎さんと渡辺満里奈さんが MC をされていたおしゃれ関係というテレビ番組に出演した際、自ら地毛と人工のハーフ&ハーフですと打ち上げました。隠すつもりはなかったと言えば嘘になります。しかし実のところ、五代夏子さんの歌謡ショーの司会を務めていた時からカツラを取って笑いを取るというネタをやっていたのです。だからバレるのも時間の問題だと思っていました。あえて自分から公表したのは、いたずらに噂が大きくなる前に正直に告白してしまった方が気が楽だと思ったからです。私は嘘がつけないたちなのです。金丸さん、そんな感じですね。とっさにごまかすことはできても、ずっと隠し通すなんて器用な真似はできません。なるほど。サラリーマン川柳の盗作疑惑が持ち上がった時も、すぐに自分の非を認めました。演芸の世界では、新聞や雑誌に書かれている記事から小話のネタを集めるというのは当たり前に行われていることです。それと同じ感覚で、サラリーマン川柳の作品をいくつか無断で拝借してしまったのが、不味かった。まあ、味が悪かったというかですが、匿名の川柳だったので、著作権には触れないと勘違いしていたのです。完全に私の無知でした。舞台に上がれば、ここは中高年の洋食バカなんて、毒づいている私ですが、このようにあまり大きな声では言えないような過去もあります。それでも不思議というか、ありがたい限りなのが、皆さんに愛想を尽かされることなく、いまだに漫談を続けられているということです。昨今の芸能界では、あちこちで不倫騒動が起こっていますが、人気絶頂だった人がたった一回の不祥事で表舞台から姿を消してしまうなんてことは珍しくありません。私も盗作疑惑が持ち上がった時は、世間様から相当なお叱りを受けるだろうと覚悟しました。しかし、借用したことは事実ですから仕方ありません。それで急遽、謝罪会見を開き、本当に申し訳ありません、あとは気の済むまで見るなり焼くなり好きなようにしてくださいと正直に謝りました。するとどうでしょう。会見に集まったマスコミの方が面食らった顔をしていました。どんな言い訳をするのか聞きに来たのに、あっさり認めたものだから拍子抜けしてしまったのでしょう。なるほど。さらには、私の謝罪会見の様子を見て、政治家も見習えと各新聞まで現れた。
おかげで漫談の CD がそれからプラス30万枚も売れてしまったのです。すごいことが起こりますね。過ちを犯したのに、謝り方一つで人生がむしろ好転するだなんて、本当に何が起こるか分かりません。失敗や過ちといった不幸は、できるだけ自分から遠ざけてしまいたいものです。だから人は嘘をつく。もちろん相手のことを思って嘘をつく時もありますが、自分に都合の悪いことがあると、つい頭の中でなかったことにしてしまいたくなる。でも実際に起こったことは消せません。だから嘘をついてごまかせば、必ずどこかにしわ寄せが来るようになっている。そうしないと、この世の辻褄が合わなくなってしまいます。幸せも不幸せも、お金と同じように人間の間を順番に巡っているのだと私は思います。幸せなことだけを自分の手に残しておくことはできません。嘘をついて不運を跳ね返すほど大きな不幸の塊になって後から追いかけてくる。失敗や過ちを認めるというのは、そうして自分のもとに回ってきた因果の責任を取るということなのかもしれません。最後の大きなちょっと字で書いてあります。過ちを嘘でごまかせば、必ず後で幸いとなって自分の身に降りかかる。自分の行いに責任を取ることが人生を美しくする。わあ、今回は罪についてというんでね、書いておられますよね。過ちをごまかせば幸いを呼び、過ちを正せば福を呼ぶって、やっぱりいい教訓ですね。人間それぞれ過ちを、起こしますからね、素直になかなか謝れないもんですが、この金丸さんは見事にそこあたりをですね、やっておられますね。だから人気が落ちなくてずっと人々に喜ばれて受け入れられているのだと思います。この今日の罪についてというのは非常に、ですね、人間の根幹に関わることだと思います。いやー、いい話でした。根幹に関わること、それはチャレンジ登録を増やすこと、私の人生の根幹に関わっているのかもしれませんね。ごきげんよう。Thank you.